まあ、でももしかすると高橋選手レベルの人間じゃないと、はい、ああいう風な思考誘導ってできないかもしれないですね、うん、まあ、そうですね、自分のキャラクターもしっかり分かってる上で、うん、さあお買い最初のセットランド驚愕の一点パンチただこれにはもう全く動じず、さあここは螺旋を構えます。ただこの単純にクリーチャーの横展開がまずもう厳しいですかね。うん、そうですね、まあ、ただ高橋選手としてはかなりいいスタートなんですけど、ここから岡井選手が次のターンマラ加速をして後衛の再生を引いてるとすごく岡井選手としても理想的なスタートなんですが、行動回数がまず倍になります。そうですね、もうドローを打ってドローを打って運命の絆までつながるぐらいまで行動回数が一気に増えるんで、うん、さあコメントの皆さんも転げ落ちないということで踏みとどまって岡井さんのファニーな部分がね、先ほどのインタビューでも出ましたが、ここはもう勝負の舞台です。螺旋からの選択。さあ高橋選手このターンはちょっと力を貯める格好になりましたが、次のターン火力を解き放って一気に打点が跳ね上がりますね。マズッシュの稲妻2枚とショック2枚という手札ですかね現在はすごいですね。次のターン稲妻で12までライフを落として盤面で5点で、うん、あと2ターンでゲームが決まってしまうぐらいの速度ですね。ギテの溶岩走り、まあ、こちらがインスタントソーサリー墓地にあるとというところなんですが、ここはベストプレーちゃんと引いてますね。荒野の再生を置くことによってもうねあまりに早すぎて見えなかったと思いますがタップアンドとやってますからね。もうさあここは稲妻からのチャレンジ、一応打ち消しが入っていますので、まあ、そういったところもちょっと探りながらのプレイになっています。さあここもショック打ち込みます。だからここはちょっと打ち消し警戒して2枚目は弱い方打ちましたよね、うん、まだ魔術師の稲妻手札にあるんですけど、相手が打ち消ししかなかった場合にここマナを有効に使わせてしまうんで、あえて弱い方を打って、まあ、カウンターされたとしてのダメージが少ないように、うん、ただこれが全て通ってライフがあっという間に一桁に。ただここは一度受けました、うん、いや根の罠ですかね、うん、を使って一回軽減して、このカードの存在もねちょっとアグロに対してまずはしっかり動くかどうかっていうところ大事ですかね。さあメインで2ドローです。さあけど本当に岡井選手もかなり100点に近い滑り出しなんで、マナ加速から荒野の再生ダメージを軽減しつつドローにつなげてっていうのにハイドロイド混成体も見えたんで、それでまたうまく盤面作れると、そしてライフ回復ができるとちょっと変わってくると、もう一枚根の罠があるとまた一段と一段二段と伸びるので、うん、さあ根の罠は戦闘ダメージを軽減します。どっちもしっかり設置ができる。さあちょっとね手札岡井選手がどのような布陣なのか、ハイドロイド混成体以外が見えないんですが、根の罠もう一枚あるような雰囲気ですね。一番今トップにあるのがちょっと今手札が確認できないんですが、さあここでも戦ウェブン追加でのフルパン、これがやはり止めきれないかどうか。ここは食らいます。まあ7だと今残り多分ライフが7になったと思うんですけど、7だとちょっと不安なんですけど、ハイドロイド混成体があれば少しライフを回復して構えられるので、うん、さあここはメインで X 呼んで打ちます。2点回復、そして2ドローです。このメインに動けるのがまず大事ですよね、うん、いやそうですね本当に、まあ、このエンチャントさえなエンチャント仮になかった場合は本当はフォグのマナを根の罠のマナを残しながら動かなきゃいけないんですけど、もう今ドローと根の罠を両方打つだけのマナが荒野の確保の荒野の再生のおかげで確保できてると。ハイドロイド混成体しかも2枚目も引いたっぽいんで、デッキ2枚なんですがここは重ねて引いている状況です。さあ手札は火力火力 B や C の
て手札からは7点出る状況ですが、まあ、やはりもう1パンチ通さないと射程圏内にライフが落ちません。盤面に強靭的先導者がいるので本当にあと1点ですかね、一番、うん、今のリソースだと。さあただもうここまでちょっとゲームが長引いてしまうと少し苦しくはなってくる挑戦者側ですね。そうですね、そろそろ運命の絆も打たれるようなターンに入ってくるので、さあどのプレーが最適か、高橋選手のターン。そうですね、あのゴブリントークンはシルバーというクリーチャーから出てくる赤みたいなやつかもしれないですね。ちゃんとしたゴブリンではなかったということで、ね、はい、普通は真っ当なゴブリンに戻りました、はい、赤単色のやつが出てくるはずなので。さあブロック考えて、ブロックが何をされるかを考えています。何点通るのかというところも含めて。さあここは心積もりが決まりました。まあもう根の罠さえなければ削り切れるだろうと。さあここで持っているかどうか、それで全てが変わるかもしれません。まあ、盤面だけ見るともう7点ですか。おちゃんと。さあここは根の罠、もう一度戦闘ダメージを全て軽減します。これで貴重な1ターンが手に入る。ただ岡井選手今、運命の絆を連打して殴り切るほどのリソースはないので、ここからアズカンタなり継続的に運命の絆確保できる何かがあれば。さあ PRC のが通って本体2点。エンドにも動かなかったということで、さあここのメインで大胆に動けるかどうか。ハイドロイドがもう1枚ありますので、これメインで打ってもう1回受ける形ですかね。どうですか、運命の絆があれば1回そのまま打って、うん、で動きそうですけど、ちょっと他のリソース次第ですね。ちょっと土地が多いようには見えたんで、アズカンタとか何かしらドローするカードがないとさすがにここから運命の絆を打ち続けて勝つってことはないと思うので、まだまだデッキは分厚い状態です。うん、ただ根の罠ももちろん有限なカードになります。もう2枚使ってますからね。ここもちょっとうまくマナを立てて X いくつで打つかっていうところの計算ですかね。まあ多分もう出すとしたら全力で出すと思うんですけど、うん、手札にドローするラウンドとかもあるんで、はい、運命の絆があるとしたら、まあ、次のターンにハイドロイドを出したりとかそういうのを考えているような気もしますが、ドローをどの順番で打つか。さあここは2体目再び X イコール4のプレーです。ここでハイドロイドが攻撃に行くと大体もうほぼ運命の絆1枚を持ってそうなんですが、ここで攻撃に行かないとなるとちょっと話が変わってきますね。そうですね、攻撃に行くってことはまあ根の罠なり運命の絆なりがあるというサインなんですけど、攻撃に行かなかった場合は果たしてどれぐらい手札に有効なスペルがあるか。あ、行かなさそうですね。これはタップイン置いて、うん、行きません。ターン終了を迎える。今対応迫ってますね、フルタップ状態です。そうですね、ここで公園の再生が今アンタップがスタックに乗ってて、高橋選手がそれに対応して火力を打つかどうか。安全に3点を通しに行くのであればこのタイミング、またハイドロイドを倒すっていうタクもありますかね一応。うん、そうですね、今、まあ、クリーチャーを並べてそれも考えてるっぽいですが。どうしようかな。
ここもかなり微妙な択、まあ、殴ってこなかったので絆は飛んでこないだろうっていうところは一応の担保はされているんですが、です、ね、はい、他のスペルですよね、飛んできて嫌なのは、まあ、それこそ根の罠とかを考えるんだったらやっぱり本体を削っておいた方がいいですし、うん、で運命の絆今はないんですけど、運命の絆が少ししか連鎖しなかった場合に岡井選手のクリーチを削っとくと自分が死ぬのが時間がまたかかるので、うんうん、まあ、3パンで済むか5パンで済むかっていうことですよね、はい、さあここの選択肢は大役、もう岡井選手が勝つまでに一番リソースが必要となる。さあもう根の罠ももうデッキの中にはほぼない状態、うん、ここはそのまま押し切られる形になりました。絶望の山セットからまずは挑戦者高橋選手が勝利です。会心の笑みやったぞと。これちょっと岡井選手も小言言ってる可能性ありますね。マジかよというインタビューで転げ落ちるって言ってたんですよ。いやでも高橋選手本当に綺麗な展開でしたね、うん、1-1 連打からちゃんと戦ウェーブンまで3番まで伸びたのも大きかったですね、はい。高橋選手あれなんですよね、もともとミシックチャンピオンシップで安岡翔太選手が使ったリストを参考にされてると思うんですけど、1枚だけメインボード変えてて、はい、戦親分が3枚から4枚に増えてるんですけど、それはやっぱり相手がシミックネクサスっていうことを考えると非常に有効な変化だったのかなと思います。もう数少ないねダメージソースの中でも無限に使える要素のあるカードっていうところで、まあ、リソースの取り回しはそうですね、単体だけで打点が高すぎるんで、うん、すぐ根の罠が尽きるぐらいのクリーチャーなので、他のカードだとちょっとあの打点が足りなくて根の罠を温存されたりするんですけど、こいつはそれを許さないので、うん、これが4枚になってるのはもう相手のデッキを読み切ってるからこそできる素晴らしい変化だったなと思います。ただシミックネクサス側も先行でかなりいい動きではあったんですけども、いやそうもう本当にベストと言って差し支えないぐらいの、うん、ハイドロイドも2体引いて、うん、しっかり攻めるね形は作れたんですが、それを許さないのがこの赤タンタッチ黒という選択です。まあ、根の罠連打してる間にちょっとアズカンタが設置できればまた、まあ、それかドローなり、うん、まあ、ドローに関してはあれかハイドロイドをやってたんで連打してたんで、ただ若干空白のターンもありました ね、うん、そういう意味ではそうですね、螺旋荒野、フォグ2ドローみたいなもう本当にベストと言える動きだったので、うん、ただ役寿司の岩式表裏で打って終わりみたいなターンが、うん、そこのターンが一番厳しかったかなと思いますね。さあ本日は5本中3本先取となっています。そして頭2つはサイドボードなしメインボードでの戦いとなりますので、岡井選手まだまだサイドボードインはできないんですが、今回先ほどの、神のインタビューでもありましたが、もう青タン狙い撃ちみたいな、そうなんですね、ビートダウン対策を青タンにかなり割いてしまった分、ちょっと他のビートダウンへの対策が緩くなってしまっていると。そういう意味では岡井選手にとってはまさに絶望的、一番食らいたくない相手の一つであった赤タンを選択されているのが非常に厳しい、そんな神決定戦となっています。いや本当に自分が岡井選手の立場だったら高橋さんが赤タンを使ってくるというのは本当に読めないんじゃないかな、うん、だから本当高橋選手のデッキ選択お見事ですよね。いやそういうところも含めてこの熟練という言葉がね、まあ、かなりね似合う作戦をびったりと当ててきています。そうですね、僕もちょっと早いかなと一瞬思ったんですけど、まあ、ライフが7まで確か落ちてしまう、うん、7か6まで落ちてしまう13のタイミングで ね、 そうですね一度打ちましたね。さあ今回もまた綺麗な、もうお手本のような手裏になりましたね、ま、た初速としては先行3ターン目までしっかり決まっている動きです。3ターン目荒野の再生はもう本当に強すぎると言って差し支えないぐらい。まあ成長の螺旋との噛み合いもあって、このシミックカラーは荒野の再生起きやすくなりましたよね。いやすごいですよ、で3ターン目にあのカードは。さあそして今回は黒マナもある手札になっています。ああそういう意味では1戦目黒マナ見せてないですね。あそうですね、山山山でしたね、うん、本当に赤単色に見えるような。さあ今回も強心的先導者、まずは一発
殴りかかるスタート、1戦目の焼き直しになってしまうのかどうかというところも気になるところではありますが、ここまでは全く一緒ですねほとんど土地以外は。ちょっとやっぱりスタートがね、こういう小刻みな動きが最後までね響いてしまった形になりますが、先ほどの1戦目、今回は溶岩走り1体しか出てきませんでした。そして岡井選手ももう1戦目のまさに焼き直しのようなスタートしています。今回は豊田にアズカンタが見えたんで、このターンは再生から置きますかね。そうですね、まあ、置けるときに置くというところですよね。まあ、ただ、うん、対戦エンドのデッキメインボードに関しては、ピンポイントで打開もないと思うんで、うん、さあ高橋選手もまたその動きかとまあ、ね、お互いがお互いそうですからねまあ高橋選手ちょっとさっきよりはクリーチャーがね、うん、1体少ないんで、さあその分軽快に手札を減らして、今回はねこうだという手札破壊も積まれているので、これがね4ターン目にすんなり打てる体勢になるのかどうかというところもちょっと気になるところでありますが、ここで黒マナ登場。また岡井選手としては鎖回しは比較的、うん、ゆっくりなクリーチャーなのでまだ優しいですね。そうですね、まあ、この鎖回しが優しいという概念がねちょっとおかしいような気もしますが、ただここターンエンドにも動けませんでした。そうですね、4マナの岩式はないと。こうなってくると手裏の補充充実っていうところも含めて、また岡井選手苦しい状態になりましたかね。やっぱり赤タンももうあと2ターン、少なくとも 2,3 ターンあればもう絶対に焼き切るぐらいの速度はあるので、ここからその間に岡井選手がコンボ達成までつなげられるか。アズカンタは見えたんですけど、ちょっとアズカンタの変身があまりに遠いんで、うん、現状墓地はまだ2枚ですね、はい、そもそも、まあ、デッキリストをね先ほど見ていただいた方は分かるんですが、メインボードでそもそも盤面に触るっていうことがなかなか難しいデッキリストになっています。まあ、そういうところも含めて白タンですとか赤タンですとか、そうですね、まあ、こういった系統のデッキはもともと苦しいねっていうところがねお話としてあります。さあここも再びのアンタップをして、ちょっと手札土地が多いですかね、うん、ここは即マナを出してドローに変換。パッと見手札全部土地か、うん、1枚以外は。さあこうなるとネの罠を打ってもちょっと出血が抑えられない神岡井選手です。高井選手火力が2枚あるともう届きそうですね。 1,2,3,4,5,6,7 火力一発打つと、溶岩走りが一つ大きくなって盤面だけで、6点で残りが7、うん、火力1枚2枚じゃ足りないか。この段階で一応4マナ目高橋選手も到達、手札にね土地がありますので、コーダをまず打ち込んでからのスタートにするのかどうか。コーダをけど打ってしまうとちょっとアズカンタの変身が早まってアシストになっちゃう可能性があるんで、もうちょっとそっちのモードは打たない可能性もありますね、うん、打って次のターンが高橋選手に来るとほぼ確実に勝ちなんですけど、ちょっとアズカンタをアシストするという意味では。さあここも打ちませんでした。ここは溶岩走りの条件達成のために魔術師の稲妻を打ち込みます。そうですね、もうデッキリストも、ハレリラのページに上がっておりますので。さあここで鎖回し追加、次のターンにはとどめを刺す体勢が整いました。まあ、ただこのターンは無理だったと。ただこれプレッシャー半端ないですね。そうですね、もうこのターンを返してしまうと負けてしまう。さあアズカンタ起動はしますが、岡井選手ただ運命の絆はちょっと引いてるっぽいですね。見えますかね。さあ そもそもそこまで
まあ、公演の再生があるので1回追加ターンを得ることはできて、その間にアズカンタが変身なりすることができれば、あと2ターンかかりますかね、アズカンタ。そうですね、追加のスペルがなかった場合は、うん、もう3ですかね、今4枚ぐらいしかなくて。あ、なるほどなるほど。運命の絆が戻っちゃうので。そうそう。さあ、そのギリギリの状況となりました。ただアズカンタ起動とネクサス、まあ、同時に、ね、やってくっていうのをまだまだね、現状ですね。先ほどやはりドローが打てなかった4ターン目、まあ、こういったところもあってパーセンテージが随分上げることができていません。うまくループに入れることができるかどうか、ギリギリのラインになっています。もうライフ3ですからね、ターンはこのままは返せない。おお、しかしすごい。さあ、再生2枚張りからの大量マナ展開からの、さあプレイされたのはこれが絆ということですよね。そうですね、ちょっとあの今回、公式ルールにのっとりまして、運命の絆だけフォイルだと、シャッフルの間に分かってしまうことがあったりするので、今回プロ棋士として基本地形を、沼を使用しております。さあ、荒野の再生、先ほどねアズカンタで1枚送ったんですが、まあ、手札からねもう1枚出てきたということで、まあ、ここでうまくマナーを大量に出すことができました。これでもターン終了時にはかなりのマナーが確保できたんで、さあドロー、この間に連打することができるか。さあ、運命の絆、右にねテキストが書いてありますが、はい、追加のターンを行うとデッキに戻るというところがこれまでの追加ターンカードとは違うところになっています。インスタントでのプレイとなります。さあ、アズカンタまだ墓地は5枚です。ここでハイドロイド X が4、これでなんとかできるかどうか、つながるかどうかというところもポイントになってきますが、選択が引けてライフが今、1回5まで回復したんで、火力1枚だと、死ななくなったんで、もしターンが得られなかったとしても、ネノアナさえ手札にあればターンを返しても死なない可能性が結構高くなったと。3だとちょっと火力1枚で死んでしまうんで。さあ、現状はちょっとマナカウントの問題もありますかね。緑と青のスリーブ、 こちらでマナカウントを行います。そして荒野の再生、普段はねあのタップしないカードなんですが、まあ、誘発してるよっていうところを示すために、まあ、こういった表記になっています。何回誘発したかっていうのはちょっとガチャガチャやってると分かりづらくなってしまうんで、うん、こういう風にタップしておくとお互いが把握しやすくなるので。現状は緑マナが3、そして青マナが3つ、そして1つずつ使っていくというところ、まずは選択です。もう墓地も、今選択が解決した時点で6枚なんで、次のターンが来ればアズカンタも起動と。そうですね、ほぼ確実に変身するので。さあ、ここはうん、岩式届くか。さあ、この2枚にあるかどうか、ターンを稼ぐカードがあるかどうかという状況で叩き込みましたこれは荒野の再生2枚あるんで、もうアズカンタ変身してしまえば絆がかなりの確率で連鎖するんじゃないかと。さあ、アズカンタの探索、こちらが次のターンに土地になります。いや、これギリギリのタイミングでした ね。ただもうここからはほとんどターンを返すことはないんじゃないかと、うん、運命の絆っていうカードはライブラリに戻り続ける都合上、最終的に無限ターンに近いものを獲得できるようになるんですけど、まあね、パーセンテージ的には若干途切れるリスクももちろんね、なきにしもあらずなんですが、あるといえばあるんですけど、今アズカンタと荒野の再生っていう、まあ、この組み合わせで ね、 そうですね、デッキがまず10枚とか掘れるっていう、はい、揃ってしまったので、もう12枚とかですか、うん、その気になれば掘ることができるので、でライブラリーの中には運命の絆が4枚
でライバリも20枚、以上は削ってると思うんで、そこから12枚毎ターン探すことができると。さあこうなると高橋選手デッキ的にもワンチャンスがあるので、あとはターンが返ってくるかどうかですね。さあアズカンタの探索は裏返りました。ここからがこのデッキを選択した意味となります。ただこれメインボードでうまくこのモードに入れたの大きいですね。そうですね、メインボード02と11でサイドボードに突入すると全然違うので。さあそしてハイドロイドがアタックしたということはまだあるぞともうアズカンタ起動の前に攻撃してますからね。もう何らかの手段でね、そうですね、そのぶっちゃけ根の罠でもめくれればまずはもうアタックすることが全部固定されるので、はい、まあ、ただ根の罠だと一応高橋選手が火力2連打の時に、うん、もう1枚対抗手段が必要になるので、まあ、根の壁の場合は打ち消し呪文だったり、うん、今回は悪意ある妨害がメインで採用されています。そうですね、さあもうここからはまずは根の罠めくり、はい、手札ですね。墓地に落ちた。なぜかスッと墓地に。さあここからはもう高橋選手がマナを共同作業としている。この浮かせたマナでアズカンダも起動できるという。さあ迅速でしたが今のシャッフルをしているということはこの間にさあ絆も打って、うん、さらに絆を打った上で8枚ライブラリを見ますから、ね、凄まじいですねもう。ただアズカンタではめくれていない、もう一回チャレンジがあります。あ、ただここはもう追加ターンもすでに、はい、得てるので、はい、もうあとはドローを打ちまくるだけという状態。そして高橋選手ももうワンチャンあるデッキを選択しているがゆえに、ここは最後決めきるまでここはやりますかね。そうですね、まあ、一応もう本当に万が一ターンが返ってくることがあれば逆転もあるので。さあしかしもうこうなってしまうと、うん、さあドローを進めてデッキ自体が薄くなることがそのまま勝ちに直結していきます。もうライブラリーの枚数が減れば減るほどアズカンタから運命の絆が見つかる可能性が上がっていくので。もう今、バウンス呪文一瞬も手札に入ったので最悪ハイドロイドを戻してライフゲインして、うん、根の罠で粘ったりと、うん、いろんなプランがありますね。まあ、ハイドロイドね2枚に抑えられてるのもそういったところですよね、ギミック的に。そうですね、まあ、もうなくてもここまで来れば勝ち手段は何でも構いませんよと。さあカウンターも手に入れて、さあまたガツンと殴りましたね。やってると分かるんですが本当にたまに切れるんですよね、こんだけ完璧であっても、うん、完璧に見えても、まあ、100じゃないってことですね。そうですね、うん、まあ、ただ今回は岡井選手も打ち消し呪文と根の罠を持ってるので仮にターンが変えることがあっても、うん、多分もう相手の、呪文を全て封殺しきれるとは思いますが、パッと見えましたが悪意ある妨害手裏に3枚持ってますね。何でも来いと呪文である限りは大丈夫だと。あ、ありました。さあここで高橋選手投了となりました。メインボード
岡井選手にとっては、まあ、最悪の山スタートではあったんですが、まずは 1-1 でこのメイン戦を折り返すことになります。岡井選手としてはもう本当に2本ともスタートは100点だっただけに、もうできれば2本とも勝っておきたかったぐらいの周りでしたが、そうなんですよね、ダイスロール勝って後攻で1本取られてだと、はい、順番的に先攻があと相手2回回ってという形になりますもんね。あとはちょっとサイドボードがやっぱり赤ターンは少し薄いと思うので、うん、さあそこの問題ですね、まあ、デッキリストね、ぜひともねサイトの方で確認しながら見ていただきたいと思うんですが、岡井選手のシミックネクサス、こちら青ターンにかなりサイドボードを割いて、はい、クロールの森内、バイオドロイド、まあ、そして押しつぶす小杖、翡翠光のレインジャー、否認という形で、否認ぐらいしか、おそらく他のカードはちょっとドルイドは入れるかもしれないですけど、あまりピリッとしないですね。やっぱ青タンを意識してた分、他のアグロデッキへのマークが甘くなっているので、まあ、そういう意味でも、そしてメインのこのコンボ的要素も含めまして、そこまでいじれない、そうですね、触れないということを、まあ、このデッキリストを提出した段階で心に決めています。うん、さあ現在シミックネクサススタンダード試合、岡井選手のデッキリスト見ていただいております。対する挑戦者高橋選手のデッキリストも出ますでしょうか。こちらサイドボード、まあ、今回は脅迫、そうですね、こういったカードもありますし、まあ、よりアドバンテージを求めて実験の狂乱っていうパターンにはならないですかね。多分脅迫だけで抑えるんじゃないかなと思います。脅迫と沼だけ入れて、強心的先導者なり、火力で一番重いやつを抜くなりして、うん、少しだけの入れ替えにとどめると思います。さあそんなサイドボーディングがまずは予想されるという状況になります。今回はね、高橋選手の趣味趣向的なところでするタイか青タンなんじゃないかっていうお話をね、岡井選手も言ってましたが、その視点で高橋選手としては今回の神決定戦に臨む上での作戦勝ちとなっています。現在1勝1敗、現在サイドボードのお時間を取っています。いやけど本当にそのデッキ感の強さの差がそこまでないっていうのが今回のスタンダードシーンの難しいところだったと思うんですね。スルタイがもっともっと飛び抜けて強かったら、多分高橋選手もスルタイを素直に持ち込んだんじゃないかなと、皆さんの想像通り。ただでも本当にデッキの強さが競ってるので、今回は本当に難しいですよね。これ目いっぱいクリーチャー入れる構えを取るかどうかというところも、ブロッカー欲しいですかね。ちょっとゼロ2のドルイドなんで。そうなんですよね。その順応するとちょっとサイズが上がるっていうところがまずはミソだったんですが、その過程を許されないっていうところがちょっと赤ターンの厳しい部分ではありますね。ちょっとブロッカーとしてもマナ加速としても信頼できない。さあ見ていただいてますが、バイオドルイドこちら順応することによってマナもたっぷり出るしという、そして攻撃自体のサイズも上がるというカードになっています。結構過去1レベルで読みづらいスタンダードだったのかな。そうですね、スタンダードに関して言えば今までで一番難しかったと思います、うん、おそらくこんなにデッキが多い、強いデッキの種類が多い環境ってあまり記憶にないので、多くても7種類とか、もう今はそれをその次元ではないので、まあ、それを、まあ、僕自身も思い返してもね、ナシフと LSV のプロツアーぐらい、はい、あのぐらいかなって、でトップ8のデッキがばらけたのでもそれでも10種類なかったですからね、ティア1っていう意味では、キスキン、フェアリー、5色デッキ、白黒トークン、まあ、あの時も確かにかなり多かったと思うんですけど、メインボードに関しては1枚ですかね多分、批判家視察、高橋選手は批判家視察が親分、戦親分の4枚目になってる。ちょっとクリーチャーを増やしてという形ですね。サイドボードでねよくあったのは脅迫のところがねドリルビットになってるとか、はい、そんな形のリストもあったんですが、より明確にターゲットを絞って条件が、まあ、変わらないだろうっていう脅迫に変えてるところもね、ちょっとより鋭角になってますよね。今上がっている、読み合いスタンダード、はい、お互いのデッキの読み合いという記事があるんですけど、こちらをご覧いただくと、高橋選手は岡井選手がシミックネクサスを選ぶんじゃないかとある程度予想した上でデッキを選択されているので、
それに対して岡井選手は、まあ高橋選手が攻撃的なデッキの場合は青ターンじゃないかと、うん、白ターンと赤ターンは可能性がちょっと低いんじゃないかということでデッキのガードが少し下がっていると。まあ、ただねこのコメントをくださってる皆さんにとってもね、高橋選手が赤タン使ってる衝撃といえばないですよね。自分が対戦相手の立場だったら相当びっくりですよね本当に。どの環境も青使ってるイメージありますからね、うん、もうモダンは問答無用でフェアリーというイメージですけど、うん、もう唯一無二のデッキタイプみたいなそ, う、そのくらいのもうアイコン的、高橋優太的アイコン、そんなデッキもありますが、ただもう本当にギャップと言いますか、あっても青タンじゃないかという岡井選手の読みを見事高橋選手ずらして現状1勝1敗となっています。そしてサイドボード5も岡井選手、そこまで赤タンの対策は取れていません。実はもうデッキが公開される前に、まあ、視聴者の方も青タン対エスパーになるんじゃないのとか、うん、まあ、そういうやっぱりイメージがねどうしてもあるお二人だったんで、そういった予想もあったと思うんですが、まさかこうなるとはっていうところありますよね。そして岡井選手もう堅くなにあの青マナと緑マナずらさなかったんですが、どけられましたもうねあれが使えるようなゲーム展開になってほしいですからね岡井選手としては。そして高橋選手としては、いや先行取ったらないよと使わせないよと。いやー、まあ、こういったところもね2人の関係値といいますか、このデッキ同士の相互作用というところも見えていますが、ちょっとね面白いポイントでした。さあ今回は土地が1枚しかありません。これはマリガンです、うん、ものすごいキープまで早かったなと思ったんですけど、マリガンだったんで早かったんですね、うん、悩まずにもすぐにマリガンと。手札自体も3マナ4マナに寄っている、そんな手札だったので、ちょっと腐りますし2枚とかこの街ではあんまりなので。そしてここは岡井選手は安定卓になるんでしょうか。高校ながら螺旋が2枚見えました。ちょっとね土地が2枚しかないんで土地が引けるかどうかにかかってますけど、まあ、ドローはいっぱいあったので選択螺旋螺旋、まあ、そういった形ですね。でここマリガン行きましたね。岡井選手もマリガン行きましたね。おお、土地1枚でしたかね。未開地は見えたんですけど、未開地となんか 2、3枚あったような気がしましたけどね、うん、それよりもっていうことなんでしょうか。さあ今回この高橋選手の神決定戦に臨む挑戦者としてのスタンス、そして岡井選手の高橋選手に対するまあね、あのイメージといいますか、この2人もう本当にインタビューの段階からもちょっとしたねなんか苦楽を共にした仲間みたいなね、本当に似通ったインタビューを上げてて笑っちゃったんですが、ですがお二人ともねやっぱり強いプレイヤーと戦うの好きっていうところを、はい、なんかマジックプレイヤー独特だなと思いますね。2人とも本当にサイヤ人気質があると。岡井選手は結構高橋選手のバントカンパニーとか参考にしてたっていうのを聞いて、うん、あなるほどなと思いましたけどね。すごいそういうイメージがあるので、まあ、お互い趣向も似てるってことですよね、はい、だからこそこんな風にガラッと変わったデッキの見せ合いになってるっていうところも少し感慨深いところもあります。今回は土地がある高橋選手、ここは6枚にしたら上々のスタートと言えるでしょう。 1、2、3、 土地3枚、またちょっと2ターン目がクリーチャーじゃないのがちょっと物足りない感じはしますね。2ターン目3ターン目のダメージは大きいんですが、あ、そしてこちらはブロッカーを用意している岡井選手、クロールの森内が見えます。森内を普通にブロッカーとしてデッキに入れてますね。さあお互い6枚で了承という形、土地4クロールの森内、ハイドロイド混成体という手札です。さあ三度この11殴りかかってのゲームスタート、
やはり先行だと殴れる回数が全然違いますね。そうですね。お、しかもクリーチャーを今ちょうど引き込めたような、こちらリックスマーティ引いています。さあ土地を捨てるか火力を捨てるかで少し悩んでいる。ちょっとここの判断も難しいですよね。難しいですね。ちょっと3枚目の土地が仮に引けなかった場合、次のターンの動きが一気に弱くなってしまうので、うん、まあ、安全策を取るんだったら、土地を温存しておいた方が、ただ土地を温存して土地を引き続けた場合はもういっぺんにマナフラットまでさあここも一つマリガンの弊害が生まれています。そうですね。でもう一枚たらすごく判断簡単だと思うんですけど、ここの1枚は結構裏目になりやすいので、先行というところもあって、例えば脅迫インしないとかそういうこともあるんですかね。いや、脅迫はさすがに入れてると思いますけど、ね、うん、きっと揃えだけ入れてると思いますけど、まあ、コンボパーツ落としたい、コンボパーツが非常に多いということですよね。まあでも荒野の再生はね、そう絶対落としたいですからね、うん、もうあれさえ落としてしまえば随分楽になると。さあここは出さない、全て必要だと。なるほど、これはすごいですね。序盤のダメージを捨ててでも今の手札をキープした方が勝率が上がるという、そんな判断になりました。すごいですね。僕は絶対出しちゃうな。出して僕だと火力捨てそうでしたが、うん、まあ、それが一番なんというか今の手札的には納得できるというか。そうですね。さあここで脅迫ですね、引いたのが。ここは先鎖回し、そして森内を倒します。さあ2ターン目にまあ、ブロッカー要因として黒炉の森内を打っていることによって、まあ、ネクサス側のマナー加速というところは一旦はストップしている状況ですが、さあ螺旋を引いているのは見えたんですけど、ここから初手がどう変化しているか、ハイドロイド以外はちょっと今のところわからないので、うん、さあまずは螺旋、ちょっと選択までありましたかね。ちょっと一番後ろのカードが、うん、違うか、森内2枚目と複数枚土地があるのはそうですね、はい、見えましたが、さちょっと森内が現状ブロッカーとして鎖回しに対しては機能しないので、33先制攻撃、このターンもなんとか並べて並べて、この後のために準備の時間としました。ただ鎖回しは通り続ける形になるのか。もうリックスマーディはあの2ターン目タップインだった時点で4マナで出そうと、うん、絢爛で出そうというのを決めてたかもしれないですね。絢爛で出した場合に手札を全て捨てて3枚ドローという形になります。でこのターンに一気に手札を使い切って、さあ脅迫はスカル、ただ手札ハイドロイドというところだけが苦しい形になるか、それともこれが起死回生になるのか、うん、ちょっと土地もきついですね。タップインと、うん、2点食らう土地なんで多分 4-4 で出したいと思うんですけど、ちょっとまだ時間がかかりそうですね。そうですね。次のターンがまずスキップになってしまうので、次のターン何かアクションがあると素晴らしいんですが、ただトップデック引いていいカードはたくさんあります。さあここからの動きですが、まあ、高橋選手としては次のターンで絢爛のリックスマーディを多分見据えてると思うんで、このターンは手札を使い切って、はい、さあどこに打つか、これで次のターン3ドローしたいと。まあ、かなり鎖回し通りやすいっていうところが見えている。そうですね。先頭に関してはもうほぼ間違いなく通るので、ただ岡井選手もここで引き込んだのがなんと、さあこれに対応して土地を使うということは、なんとなんといやすごいですね。結構一番欲しいカードを引き込んだかもしれないですね。さあここで
カウンターをしっかり構えることができました。脅迫をかわしてリックスマーティン陥落者が通るタイミングでここで悪意ある妨害です。情報1、ここでねサンドローされてしまうとちょっとハイドロイドもでも盤面が支えられるか不安だったんですけど、これであれば問題ないという、これで鎖回しが止まってしまうと高橋選手としてはかなり苦しいですね。手札 B 足のと溶岩走りという状況でハイドロイドの前にビタ止まりとなります。本体に若干ダメージは入るんですが、ここからが攻めにくくなってきています。ちょっと遠いですね。これでライフが、岡井選手9で、仮に何かをトップデッキしたとしても鎖回しが止まって、4点しか入らないんで、このタイミングで掴んだ。さあまだ荒野の再生はないですが、おお、しかしこれはダメージを無理やり通しにいったように見える。ですがトップデック、今リックスマーディでした。そうですね、だから絢爛でサンドローができるさあパッと見謎のブロックアタックにも見えるが、無理やり通しに来たようにも見えるが、ここで絢爛通るか。さすがに2回目はなかった。あ、しかし絶妙に重い引いてきたのが工業コーダと、もう一つ腐りました。腐りました、はい。さあまだまだ難しい状況は続きますが、ここでアズカンタ裏返ります。ちょっと根の穴ももちろんそうなんですが、ちょっと今スペルがそもそもないですかね、うん、ちょっとアズカンタの軌道に依存してしまいそうな。さあそうなりましたこれしかも根の穴と多分荒野の再生が両方あった手札に根の穴とかがあった場合はもうノータイムで荒野の再生を取ってアズカンタの起動回数を増やしていくんですけど、ちょっともうとりあえずはまずはこのターンを生き残らなきゃいけないので、ちょっともう1個でも通すと負けが決まるような状況にはなっているんですが、ここは荒野の再生を取ることによってもう一度アズカンタチャンス、まあ、これでの延命という形になりますかね。手札は土地土地ですか、土地土地までは見えます。土地土地土地ですかね多分まあでも高橋選手も3枚引いてるんで、まあ、ちょっと次のターン火力で押し切られても十分考えられますからね、うん、全部土地ですかね、まあ、そのように見えますね。ちょっとアズカンタから多分運命の絆はマナが足りないと思うんで、うん、ちょっと足りてないですね。1マナ足りない。さあここセットランド悩みます。ちょっとね工業コーダどのタイミングで打つかっていうところのタイミングのお話にもなってますが、確かに1点で打っておくとライフが4、あ、そうですね、確かにその方が、まあ、ただ赤タン側は相手に士気を悟らせない方がいいという説も、うんうん、あんまり追い詰めるともう岡井選手コンボをこのターンするしかないと、まあ、割り切ったプレーになるということですね、そうですね、こともあるので。今6マナしかないですよね岡井選手。ないですね。さあここは選択を取りました。そしてより掘っていくタク、ここで延命ができるかどうかで岡井選手すべてが決まる状況になりました。高橋選手今のリソースだけでももう根の罠さえなければ押し切れそうなぐらいの打点はありますが、4点通して1点が2枚あるっていう状況ですよね、うん、さあ螺旋でさらに掘る、もう1回螺旋引いたか
ただもうそれを打ってな何かを求めないといけない状態にまでなりました。さあセットランドを繰り返してこれには打つ手なし。ハイドロイドでブロックしますが鎖回しがプレイされてぴったりライフを削り取りました。サイドボード1戦目となる3本目高橋選手が取りました。いや熱戦ですねあそこのリックスバーディーも、ハイドロイドの返しで出てきたリックスバーディーもめちゃくちゃ嬉しそうにプレイしました。手つきだけであんな分かるもんなんだっていうアタック早かったですノータイムでさあ先ほどのハンドは工業コーダ、まあ、1点与えるカードと鎖回しというところだったので、まあ、うまくね4点通せれば1点2回で打ち消しもね耐えられるような状況にはなっていたんですが、まあ、打っても良さそうでしたけど、うん、どのタイミングで仕掛けるかのちょっとね個性出たって感じですかね。ただこうやって見ると1本目2本目のシミックネクサス分回りだったんだなっていうのがやっぱり伝わってきますね。こうやって再生のやっぱ有無は大きいですよね、うん、やはり赤タン、まあ、こういうマッチアップを狙っていきたいというところで、まあ、うまくブロッカーを用意したかったところも、まあ、交互に焼かれていってなおかつ鎖回しが止まらないという 3-3 先制攻撃がストッパーにならなかったっていうところもね含めて、岡井選手再び考え直しか追い詰められています。神岡井選手です。さあ先手後手が入れ替わる形になりますがちょっとサイドボーディング変わりますかね。お互い岡井選手はもう先ほど出していた、2万3人のクロールの森内とかを抜いているように見えますね、うん。高校の時はターンを作るためにブロッカーを用意してメイン先行の時にはまあメインに近い形にして自身の動き中止という形ですかね。狂乱は高橋選手サイドに2枚だけ入ってますね。メインボードはほとんど安岡選手が使っていたものと同じような形です、はい、デッキリストにつきましてはこちらサイトの方でも載っておりますので合わせてご覧いただければと思います。ちょっとねこのサイドインアウトもね実物を見るまではね我々も確認はできないんですが、高橋選手パッと見ショックと脅迫を入れ替えただけに見えました、ね、それ以外のカードは多分サイドボードにそのままだったので、さあスタンダード心に返り咲くか高橋優太選手。そしてここで防衛して3期目の防衛になるんですかね。スタンダード心としては多分最多だと思いますね、うん、最長記録。それだけスタンダードが入れ替わりも激しいしその時強いプレイヤーが勝ちやすいっていうところもあるとは思うんですが、多分そのやっぱりどうしても環境がローテーションで変わる影響で、うん、どうしても自分が苦手な時ってあると思うんですよね。毎回毎回スタンダードに自分の得意なデッキがずっとあるってことはないと思うので、そういう意味でもスタンダードは少し防衛が他に比べて難しい要素はあると思うんですけど、他のフォーマットだったら最悪もう本当にどうしようもなかったら自分の得意なデッキに逃げるっていう手段があると思うんですけど、スタンダードはそれがない可能性が、まあ、そこのね移り変わりといいますか、その環境のね常にね新鮮な部分が逆に足かせになることもあれば、はい、その神風になることもあるということですよね。さあ本日この運命の絆に関しましては、まあ、代用カードね使用させていただいております。そうですね、基本地形の沼に運命の絆とプロ、書いてあって、うん、それを引いた時に、運命の絆を見せて使う形となっております。さあ神岡井3度目の先行となりますが、ここまで先行勝率は 50%、 これがさらに抜かれるとなると
かみ陥落となります。緊張の一瞬です。高橋選手もね、岡井くんに対して勝率 51% あればいいっていうねまたなんかシビアな数値を言ってきましたが、その 1% が出てくれればというねお話もありました。ただここまでは素晴らしい戦績残しています。あと一戦勝利で神、もう一度体感となります。そして岡井選手はこの赤ターン相手に2本取らなければいけないというところが現状厳しいマッチアップになっています。今回は高橋選手が岡井選手に対してその期待の新人として、岡井選手には期待していますというコメントをいただいてるんですけど、十数年前は高橋選手がやっぱり、先輩の選手にそう言われてきたと考えるともう長いんだな我々と、まあ、高橋選手のねその実績といいますか活躍の歴史っていうところももちろんありますよね。グランプリ2連続国内グランプリ勝ったりですとか、まあ、そういったところを経験して、そして今の高橋選手があると、さあ成長の螺旋、そして絆もキープというところ、かなりコンボ特化の手札になっています岡井選手です。高野の再生こそないですけど、かなりベストに近い4枚目の土地さえ引ければもう何ら文句ない。そしてこれはさすがにまだなんだろうというノータイムで土地が1枚もありません。津村さんにとって赤タンってどういう位置づけですか？好き今のスタンダードですか？どうですかね、あの BO1 っていうアリーナで、はい、今マジ MTG アリーナで BO1 っていう一本選手の大会に出るともうものすごく赤タン当たるんですけど、ただちょっと僕は回される側なんで鎖をよくブンブン回されて、僕最近白タン結構回してて、はい、もう痛い目見てますまあ白タン赤タンだとどうしてもね入ってるカードの相性という部分でも鎖回しかなり厳しいですよね、はい、ちょっと脱線してしまうんですけど、その一本選手の時はやっぱ白タンもちょっと構成を変えなきゃいけないっていう話を最近友達から聞いて、あなるほどなと、そのタフネス1を減らす、そう減らしてタフネス2のクリーチャーを増やさなきゃいけないっていう。僕もアリーナはもっぱら BO1 は赤タンでしたけど、ね、BO3 になるとやっぱり難しいですね、うん、サイドボードまで入ると、うん、いろんなデッキがやっぱり対策ができるようになるんで、はい、さあワンマリガンからのスタート、今回は土地もしっかりある、そして1マナクリーチャーも持っているという手札になります。土地3枚ですかね、ちょっと多そうでしたが、土地3に見えましたね、うん、山々赤黒のギルドランド、そして溶岩走り、はい見えました、 BRC の、うん、巨神的戦闘者、そうですね、まあ、でもかなり基本的にはクリーチャーをバンバン出して後から呪文唱える方がいいんで理想的な流れですね。そう、そして脅迫、うん、黒魔のもしっかり手札にはあります。まあ、このルールによってねデッキ構成も変えなきゃいけないっていうのは一見ね面倒くさいって感じる方もいるかと思うんですが、まあ、勝つための常套手段ですよね。まずそれはすごい僕は好きですけどね、あなるほどと、日本その3本選手のままのリストでいったら勝ちづらいんだっていうのはすごい勉強になるなと思いますけど、まあ、今回の高橋選手もおそらくこういうデッキを岡井選手が使ってくるだろうっていうところでこの赤ターンのリストも若干ね、そうですね、マイナーチェンジといいますか、そういったところもやっていますし、岡井選手も青タンが来た時に勝ちやすいようなサイドボーディングしていたりと、まあ、やはりルールによってどんどん変わってくるんだなというところがこの神決定戦からも伝わってきますが、さあ現状はもうガンガン攻める番というところは高橋選手理解しています。2ターン目に脅迫です。アスカンタ、岩式、ネクサスにハイドロイド混成体、そして森という5枚になりました。ちゃんと4枚目の土地は引けましたね。これによって、まあ、多少の手札破壊は薬術師の岩式でフォローアップはできるんですけども、まあ、その時間を許すかどうかというところです。
高橋選手も今のターン2マナ息から入るか、このターンは脅迫を挟んで1マナ息で我慢するかと、打点はその分落ちてしまうんですけど、まあ岡井選手が最高の動きだった時のことを考えて多分脅迫から入ったんだと思います。それにしても、まあ、それでもかなりちょっと嫌ですね今の手札だと、うん、この手札だと、まあ、何が優先順位高くなりますかね、まあ、脅迫は、まあ、3枚のうちからという形になるんですが、うん、ちょっとね高橋選手クロックがそこまで劇的に速いわけでもないんで、うん、普通に岩式岩式もかなりきついんですが、岩式はちょっと落としても、仕方ないということ、はい、また墓地から使われてしまったアズカンタが残るのでとなるとアズカンタいきますかね、うん、ちょっとどれ落としても効果が薄いっていうのが高橋選手としては嫌なんですよね。なるほどなるほど、まあ、仮にアズカンタを一番強いからって言って落としたとしても、岡井選手からすれば岩式岩式でもいいですし、岩式ハイドロイドでもいいですし、あんまり動きに変化がないという、結局、まあ、手札の補充は絶対されてしまう手札というところですね。なので高橋選手としては今荒野の再生があったら最高だったんですけど、まあ、それがなかったのでちょっと判断が難しくなっていると、うん、裏を返すと再生が打たれる可能性があるからこのターンに脅迫したってことですね。もちろん岡井選手がもう成長の螺旋から荒野の再生という最高の動きだった時を考えて仕方なくちょっと打点が落ちるけど手札高いから入ったと、うん、さあここは薬事師の岩式を落とすことによって、まあ、ワンアクションだけにとどめるというプレイになりました。あの脅迫とってもかっこいいんで僕も欲しいんですけど何班か知らないっていうあの脅迫めちゃくちゃかっこいいんですけどその情報めっちゃかっこいいとしか知らない。アショクのやつすげえかっこいいんですよね。あれ貴重でほとんどちょっと前ですかね、あんまり使ってる人見たことないんですごく貴重だと思うんですけど、ありがとうございます。コミックプロも1枚8000円、値段を言わない方がよかったありがとうございます。さあここは BNC の波状攻撃をさらに続けていく形になります。これはターンエンドに岩式ジャンプスタート再活しますかね。どのカードを捨てるか、ネクサス運命の絆を捨てていきます。さあこうなるとまたハイドロイドとかで盤面が止まるかとかそういう勝負になりそうですが、ちょっとね今回は高橋選手も打点が今のところはここまで低かったので、うん、さあハレルヤでも販売してるかどうかはぜひ皆さんサイトを検索してチェックしていただければと思います多分ねあると思うんですけどふんわりふんわりですね。でも人気があるってことはねやっぱりね、いや本当に大人気なんですよあのカードは、はい、あまり本当にその辺にもたくさんあるようなカードではないので、もう入荷したらすぐ消えちゃうような、うん、さあそういったところもね、岡井選手荒野の再生も引きましたかね。さあこの2ドローがしっかりと効いている状況です。お11枚も在庫が素晴らしい、ありがとうございます基本的に僕は視聴者の人に教えてもらったまあ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 いいでしょ、お前の仕事だろとさあ小屋の再生全然いいんですね、我々は今チェックしないで試合に集中してるタイミングですからね。さあ再生が満を持して登場してしまったというところ、高橋選手にとってはマイナスの情報が叩きつけられました。もう岡井選手に手札にハイドロイドもあるんで、うん、さあ高橋選手間に合うか、ここは打ち消しですね。ただこのクリーチャーだけのダメージっていうところはちょっと高橋選手にとっては辛い部分はありますよね。そうですね、まあ、ちょっと今火力1枚はなんとか引けたんですけど、ちょっとやっぱりあと、岡井選手を倒しきるのに 2,3 ターンはどうしてもかかってしまうので、でハイドロイドがそこに加わるとさらにさらに延命されてしまうので、荒野の再生を引かれてしまったのは苦しいですね。さあコンボ特化のこのサイド戦、ハイドロイドがここも X イコール4での登場、2枚ドローに2点回復です。
テアンタップと、この動きはとにかく強いですね。そうですね、隙がないんですよね。もうずっと打ち消し呪文のマナは最低でもあるって状態が続くので、本当にマジックの常識を覆す。さあここも火力が通りません。どうやってプレッシャーをかけていくかというところも高橋選手の課題となってきます。まあ、ただやっぱり脅迫でここでアズカンタを落としておいたのがもうじき効いてきそうですからね。まあ、あの1本目にすごく似てるんですけど、岡井選手はちょっとドローが切れると結局また攻めるのがすごく遅れてしまうので、アズカンタみたいに継続的にアドバンテージを提供してくれるカードか、追加のハイドロイドみたいなカードが勝つためには必要なので。お、しかし岡井選手手札がアズカンタ、あ、先ほど落としたのガンシキでしたね。あ、ガンシキですね。なのでアズカンタが残っている状態ですので、ちょっと変身までは遠いですけど、うん、運命の絆もちょっと引いてるように見えましたが、さあこれ引いてるとなるとかなり時間的余裕も、そして根の穴を引きました。まあ、なのでアズカンタとアズカンタ設置しながら運命の絆打ったりして時間を稼ぎつつも、変身までこのような状態でいってしまえば岡井選手の勝利だと思うので、うん、あと運命の絆とかいつ打つかですね。さあここのハイドロイドが動き出すのか否かというところもありますが、現状はブロッカーとしてクリーチャーを立てれているので岡井選手もやすやすと攻撃することはできません。現在は4本目ですね。高橋選手が勝利に向けてのリーチをかけているという4本目になります。ただもうこのゲームは岡井選手は今のところちょっとリードしている、うん、もうあと墓地がたまってアズカンタが変身しさえすれば、さあここも耐えという形になります。ただ手札がやはり少ない、このタイミングをどう乗り切れるかどうかというところ。まあ、現状もうハイドロイドがブロッカーとしても強いので、根の穴も別にそんなに無理に打つ必要もないので、ここで高橋選手は止まってしまうとちょっと苦しいですね。根の穴を使わせることさえできないんで、まずはゴブリンの鎖回し、これでのチャレンジです。全体1点、これで強心的先導者と組み合わせて、これが一番安全というか、うん、そうですね、ブロックがちょっと難しい。根の罠を打つにしても強心的先導者を無駄遣いしないプレーになっています。岡井選手ハイドロイドがいた方がまあ勝つまでは早いんですが、まあ、最悪カードを使って死ぬだけだったら墓地も増えるし、うん、これでアズカンタの変身が1枚分早くなると。そしてこのタイミングでの絆、しっかり安全なタイミングで打ち込みました。こっから追加ターンを得続けることで徐々に状態が良くなっていく、そしてアズカンタの軌道のターンも稼げるというところで、盤面に天才の記念像があるんで、まあ、それで墓地が5枚までは確定してて、うん、アズカンタと、このターンを落とせば追加ターンのターンには、アズカンタが変身してるんで、ここから2ターンを岡井選手は得ます。で最悪追加ターンをさらに得られなかった場合でも手札が根の穴なんで、うん、高橋先生が次のターンで勝つことはほとんどないだろうと。ライフ9残っているのもかなり安全圏、そして3マナで止まっているのも安全なポイントになりますね。3マナで、手札高橋選手次のドローがあって3枚で死ぬ確率ってほとんどないんで、うんうん、もうこのゲームはおおむね、そうですね、岡井選手がここから、
ターンを得続けるのではないかと。こうやって考えるとやはり荒野の再生を桶田脅迫をね、先ほどの脅迫もそうなんですが2回すかせているのが大きいですね、あの時本当に特に岡井選手側の視点からするとどれでもよかったみたいな手札だったので、さあこっから運命の絆つながるかどうかというところもありますが、もうすでに一度追加ターンを得ています。そして大量のマナを出して荒野の再生の起動誘発を待ちます。青と緑のスリーブお待たせしましたという状況です。お、今しかしちらっと沼が見えたような気がしなくもないですね。まあ、とりあえずもう一旦は追加ターンがもう確定しているので、はい、で次のターンにアズカンタも変身がもう確定ですよね。7枚あるので津村さんの沼チェックも随分早くなりましたね。最初ちょっと土地かなと思ってたんですけど沼引いたとか言っていやちょっと分かんないです、まだ確定ではないですが、いや森かもしれないちょっと見えないですちょっとね、2枚目が沼かどうか、はい、沼と森のね差がそこまでないというね。島と根の罠はあるので本当にもう一枚が何なのか、うん、考え方的には多分このターン7マナを使って絆を打つかそれともみたいな考え方にちょっと見えますけどね。ちょっとここは追加ターンに入りましたね。まあ、仮に運命の絆が手札にあるとしてもアズカンタがあの裏の状態で一旦得た方が効果が大きいと、うんうんうん、運命の絆が手札にあったらそういう判断だと思います。これで変身したので、おお、荒野の再生2枚目。なるほど。高橋選手がお祈りしてる。よした。運命の絆ではなかったと。ね。これ単純にじらされてるだけだと分かったらちょっと辛いものがあるんですが、ないですね。現状。根の罠、悪やる妨害根の罠ですかね。荒野再生か、うん、螺旋も引きました。再生はないか、根の壁、あ、根の罠と悪意ある妨害。あ、でも今ここでそうですね、見つかりましたね、うん、ネクサスで。本日2度目の運命の絆回り出しました。 With アズカンタ、もうここまで来ると あちょっとスリーブが、マーシャフロイデッキですからね。このデッキしかも一人回しが楽しすぎるんですよね。運命の絆が入ったデッキは。さあ、たとえ品質が最上級のハレルヤスリーブといえどもこのデッキには耐えられない。僕はもう一瞬で解体するようにしてます。リアルで運命の絆のデッキをもうプロツアーが終わった瞬間に解体します。それぐらい止まらないんですね。自らを律するためについついずっと回しちゃうんで。さあ、これはおおむねもう決まったでしょうというところも見えてきていますが、アズカンタと荒野の再生だけで毎ターン8枚確定ですからね。さあ、さらに毎ターン12枚へ、さらなる高みへという荒野の再生2枚張りです。さあ、まずは一つ目のアンタップ、そ
して即アズカンタ起動。まだ沼は見えないが、まだここまで来ると本当に仮に追加ターンを失敗したとしても手札がすごい充実した状態でターンを返すんで、うん、まあ、仮に失敗してもそんなにもう負けに直結するみたいなことはないですね。今打ち消し呪文とネノワナたくさん持ってるんで、引けなかったということは他のカードを引けているってことですか ね。最悪スペルはずっとアズカンタで見つかってるんで、うんうん、もう他の3枚を見る前から。さあこれでさらなる追加ターン得ることができます。そうですね、あとは勝ち手段さえ見つかればと、うん、もう高橋選手も学がないんで勝ち手段さえ引いたら、もうここまで来ると無限ターン自体は多分もう確率上止まらないと思いますけどね。毎ターン、うん、ライブラリの枚数に対して十数枚アクセスしてますよね。そうですね、まあ、ほぼ、うん、そしてデッキの中にはハイドロイド混成体が2枚入っているということで、まあ、仮にターンが変えたとしても負けることはない盤石の状態なので、うん、徐々に徐々にデッキから不純物がなくなっていきます。全ては無限ターンのための布石。これプロツアーでもあったってことですよね。そうですね、これこのデッキはたくさん運命の絆が入ったデッキは使用率的には上から2番目だったので、うん、まあ、いろんなバリエーションがあったんですけど、青みどだけじゃなくて他の、ゲートとか、はい、はい、三色のデッキもたくさんありましたし、まあ、それだけこの運命の絆っていうカードのパワーですよね。強いですね、やっぱり高額の再生が加わったばかりのプロツアーというのもありましたけど、うんうん、今回のミシックチャンピオンシップ津村さん的には、まあ、全体通して、まあ、以前のプロツアーと雰囲気変わったところってありました？いや、そのままただあれなんですよ、もう横でグランプリやってて、あ、それはすごい、うんうん、プロプレイヤーにとってもありがたいなと、うん、まあ、やっぱりあの初日落ちはどうしてもしてしまうので、その後にすぐグランプリ真横でやってたんで、うんうん、参加できるというのはすごくありがたいなと。で、早速ハレリアプロズの初日落ちしたプレイヤーが GP を優勝してたんで、はい、うん、すごいなと思いましたけど、まあ、そういうそのプロとしてのあり方っていうのも嬉しいですよね、はい、そうですね、大会がもうその場であるっていうのは本当にありがたい限りです、うん、しかもあれなんです、本当に優しくて、うん、確か参加費とかもプロツアーに残った人は、何もキャンセルしなくともそのまま返してくれたりとか、確かプロプレイで本当に優しい、うん、それを知っちゃうとね、またそこを目指したいっていう方もね、どんどん広がっていきますし、さあ今ちょっとハイドロイドの2枚目が下に行ってしまった気がしますが、まあ、また運命の絆のシャッフルが入るので、また出会えることはあるでしょう、うん、さあここからあとはフィニッシュだけ見届けて、高橋選手は少しでもね情報を取りこぼさないように相手の動き一挙手一投足を見守っています。まあ、多分ですけどここまでゲーム続けてるおかげで先ほどの森内も入ってなそうだなとか、そういうのが分かりますよね、うん、まあ、それを踏まえてまた岡井選手がねサイドインするかどうかとか、そうですね、そういったところも大事になってきますね。このサイドボード後の戦い方っていうのは、まあ、マジックの基本というか、まあ、対戦における、うん、まあ、そういったところでも、まあ、どれだけ情報引き出せるかどうかっていうところもね、このレベルになってくると大事になってきますね。特に昨今は本当にサイドボード後どういうプランを取るかっていうのは非常に大事ですからね、うん、相手の裏をかけるかどうか。さあこの配信を見てくださってる方も両者のデッキは理解していますが、
この戦っている2人は相手のデッキ知る由もありません。見たもの、そして感じたもの、そこから読み取っていく必要があります。お互いこの15枚を1回デッキに全部入れてっていうのもなかなか、このサイドボードってありながら始めた人ってこれから多分リアルで触れていくことになると思うんですけど、はい、この15枚1回デッキに全部混ぜると対戦相手からすると何枚入れたか分かんないんですよね、うん、で入れるカードだけデッキに入れると、あ、何枚入れたっていうのが分かるんでカード予測されちゃうんですよ。あ、脅迫だけ入れたなとか、うんうん、あ、ショック抜いて脅迫入れただけかとか、抜いたカードと入れたカードが枚数を相手に教えると分かっちゃうんで、今15枚入れるとこうすると相手からするとほとんど情報が得られないので、もしかしたら1枚も入れてないかもしれないけどそれが相手にバレないという、うん、これも言われないと思いつかなかったりっていうテクニックではあるんですが、あとちょっと最初はやっぱ面倒くさいと思っちゃう、そうですね、うん、と思うんですけど、僕も最近は絶対やるようにしてます、うん、スタンダードは特にカードが相手に分かりやすいので何を入れたかとかバレやすいので、うん、15枚混ぜた方が相手に与える情報は非常に少なくてお得です。さあここからこのスタンダード神決定戦5本目が行われますが、まあ、時間の都合上ね、本日19時からモダン神決定戦というお話をさせていただいていたんですが、まあ今ね予測としてちょっと長引くパターンもありますので、はい、まあ、その場合は19時半よりモダン神決定戦を取り行わせていただくという形になります、はい、あらかじめご了承ください。高橋選手が決めきれるか、それとも岡井選手が無限ターンギミックをうまく通すことができるかどうかという最終戦になります。そうですね、今サイド後デッキの枚数を増やしたりとかなかなか僕まだないかな、デッキの枚数を増やしたことは。一回ちょっとレガシーの練習中に間違えて64枚にしたことありますけど4枚抜き忘れ、サイドインアウト終わったと思ったら終わってなかったっていう。結構レガシーだと致命的なミスですね。致命的でしたでライブラリー見たら64って書いてあってあれと思ったんですけど、死ぬほど分回って圧勝してしまったまあ引かなければいいというねところですよね。で今回のデッキ選択の面でもシミックネクサスを岡井選手は持ち込まされたみたいなね、うん、構図にはなってますね。いやでも本当にな、難しいですよね高橋選手キャラクターを考えると本当にすごく素晴らしいチョイス、シミックネクサスっていうのはすごく素晴らしい選択だと思うんですけど、うん、本来ミッドレンジとかコントロールを好んでシミックネクサスはそういったデッキにすごく強いとされてるので、うん、さあ難しいのは後手の神岡井選手のサイドボードです。先ほどはクロールの森内をサイドインしたんですが、そこが変わる変わる、そして鎖回し、ゴブリンの鎖回しの先制攻撃がどうしても止まらずダメージを受け続ける結果になりました。ちょっとそれ、そのパターンに関してはもう無視しないといけないですかね。鎖回しはもう止めるカードがないんで、まあ、そうそう、鎖回しというカード自体一応3マナ33なんで、まあ、デッキ的には、うん、悪くない方なので、まあ、それよりもテンポロスとかもうそれを対処してる間に少し相手が遅れてくれたりとか、まあ後々のマナの投資ですよね。先にブロッカーを立てることによって後の動きを滑らかにするためのカードとして先ほどは森内を取っていました。あとはちょっと後手だとカウンター打ち消し呪文が打つ暇がないぐらいの展開になりやすいので、うん、それよりも2ターン目のアクションの方が役に立ちやすい。さあ現在はスタンダードシーン岡井選手のデッキリストを見ていただいてますが、続いてこちら挑戦者高橋選手のデッキです、まあ、とにかく脅迫がキラーカードとしてサイドボードにあるんですが、先ほども岡井選手がうまくかわすような形、結果的にかわすような形になって声の再生安定着地というところが見られました。まあ、ここも本当に必要最低限のサイドボードインアウトで赤タンタッチ黒高橋選手の方は向かっていっていますね。そうですね、まあ、もうシミックネクサスはもう最初から念頭にあったということで、うん、まあ、メインから強くしている相手という形になります。
さあここが大事。そして先行が回ってきたのは挑戦者高橋優太です。この5本目の緊張感というのがやはりいつも一緒ですね。まあ、ここまでねもつれ込んでいるっていうところも高橋選手、まあ、シミックネクサス相手でもつれ込まれたというような感覚かもしれないですし、そうですね、車のサイドは一応9枚になっていると思います。ちょっと沼サイドインしてるかまだ見えませんでしたが、ちょっと土地のバランスもねこの先手後手でも変わってるかもしれないですね、はい。うん、21年のまま山と入れ替えているのか、それとも単純に追加しているのかというところもあります。さあここから運命の7枚、これが納得のいくものかどうかお互いが試されます。さあ土地1か高橋選手ちょっと回りがしそうですね。これはちょっと苦しい。先行高橋選手が土地1のハンド、先ほどデッキに手がかかりました。これは満足いかないという形になります。対して岡井選手はどうだ、高校でしっかり勝てる手札もらっているかどうか。土地5、ガン式にそうですがシビアこれはお互いに6枚スタートになる。そしてさらなる、あ、もうこの表情ですねお付き合いしちゃったよというところ。今回あれですね、マリガンの回数も多分お互いほとんど一緒のような、1回ぐらいしかずれてないような気がします。高橋選手が一度マリガン多いかなぐらいですね。さあお互いにフルパワーでのぶつかり合いをしているからこそのこの笑顔。ただマリガンの回数自体はどちらの方が重たいですかね、赤タンの方が重たいですかね。微妙なところです。ちょっと先手っていうのもあって、うんうん、まあ、でも赤タンとかビートダウンデッキは基本的にはちょっとマリガンに強いので、うんうん、まあ、岡井選手のデッキも、デッキ的には1枚ぐらいだったらダブルマリガンまでいくと枚数が響いてきますけど、どっちのデッキもあんまり問題ないと思います。土地、うん、まあのねそもそもの枚数差っていうところもね、はい、ちょっと効いてきますよね、手札減りすぎると。さあそんな中でお互い笑顔のマリガンが見られましたが、次の6枚どのような運命が待ち受けているか。まあ、もう昨今のスタンダードのデッキはどのデッキも強いんで、うん、もう昔はダブルマリガンって言うともう一貫の終わりみたいな感じでしたけど、最近はダブルマリガンでも全然負けますからね。まあ戦術もありますしね。そうですね、うん、そのダブルマリガンした、強い手札のプレイヤーと7枚でゆったりした手札だと全然負けちゃうんで。さあ続いての6枚、今回は土地を手に入れている、1マナのクリーチャーも手に入れているという高橋選手ですが、ここしっかり悩みます。まあ、妨害手段こそないですが、そこそこ早い、うん、1ターン目クリーチャー、2ターン目3点3点で。対する岡井選手は、うん、ハイドロイド、岩式、荒野の再生、土地3枚、コンボに向かうならまあキープするかぐらいな、まあ、5枚よりはといったところですかね。もう螺旋が引ければ極上のハンドに化けますけど、うん、さあ戦術は上に置きました高橋選手。岡井選手はじっくり悩みます。螺旋あればみたいな願望もあり、そうです、これぐらい悩んでるってことは螺旋ではないけどそこそこどうすかね、アズカンタとか下に送りました。別溶岩走りスタート。高橋選手は戦親分を戦術で上に置いて3枚目の土地が引ければ、そしてここは一気にまず6点。
与えてギトゥの溶岩橋の条件達成、一気に発展。うーん、岡井選手は引けてないか、ちょっと土地多めの反応になりましたね。土地って引いたっぽいですね。さあここが稲妻の一撃か。高橋選手も3枚目が引けず、さあこの結末どうなるのか。ただギトゥの溶岩走りは延々に走り続けます。さあこの3点も通って、もう7ですかね。うおー引けず、これで5。高橋選手手札が3マナ3マナ3マナになった気はしますね。こうなると岡井選手が若干チャンスがあるかどうか。いや高橋選手手札3枚なんでここは、まあ、本当に岡井選手のベストな動きをただ追求するだけだと荒野の再生2ドローって動きたいんですけど、それだと3点火力で死んじゃうんで、まあ、ハイドロイドを X2 で出してブロッカーにしつつライフを回復するっていうプランも検討してる。厳しいですね2-2 で1点回復1ドローという形になります。さあ割り切るかどうかの時間帯。ただ荒野の再生から2ドローだともう本当に火力1枚で死んでしまうんで、高橋選手の手札は3ということを考えるとちょっとそのプランはなかなか選びづらい気はしますけどね。さあ4ターン目迎えてライフは5ですが、ここは割り切った荒野の再生プレー、強気に押しました。そしてここで螺旋を打って、この構えになりました。おー、稲妻一撃引きましたが、残り3、これはフルタップタイミングが全て危険。これはさすがにケアできないか。もはやいや絶妙ですね。これ高橋選手も3マナしかなかったんで火力引かないともう岡井選手のハイドロイド着地、そうですね、でゲームが終わりそうだったんですが、そして岡井選手もこれ打ち消しを持ってると思います。ただ、はい、3マナを構えながら動き続けるというのができるかどうか、そもそも難しい状況と。その絆とかは打てるんですけど、絆だけだと高橋選手も別に放置するんで、その絆の次のアクションで、うん、高橋選手の火力呪文をかわせないといけないんで、常に3マナを構えながら動くことはなかなかに難しそうですが、さあどう動くか。さあここが高橋選手が勝利まであとワンプレー。さあしかしここで我慢します。エンドタイミングの荒野の再生の起動に誘発に合わせてここは出して、まずは絆一発。まあここはね高橋選手もマナが浮いてるんでまだ我慢と、うん、そうこの次のアクション、もう高橋選手としては頼む1回でいいからフルタップしてくれと。さあここから回しきれるかどうか。あの荒野の再生4ターン目ベタバリが岡井選手にチャンスを作っています。ジャンプ、ここで岩式も合わせて打ちましたが、稲妻一戦、最後は稲妻の一撃の3点によってここは挑戦者が勝利となりました。高橋優太選手スタンダードシン返り咲きとなります。おめでとうございます。